はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画の伊藤です。みんな死んでもユニット始めていきましょう。いいですね。もう一回。遠征出発じゃ。一個しかないな。あ、そうだ。スピードスター4が合成されました。ログインか。姉さん？うんうん。うん？はあ。ふふふ。何してくれやす。うんうん。はーい。とりあえず今回の戦いはどちらがいいのかな。ヴィーナスリーグなのか、プレゼンターアイテム杯なのか。解散期間期限なしでなってんな。10月10日から神尾杯もやります。試合に勝った。ただビーナスリーグも上げていかないといけないよね。さあ1点取るまではスキル使いましょう。シュート。これなんか強いな相手。え、何こいつ。あかん、負ける。あ、追い距離防いだ。過酷な戦いになってますね。こいつ一人がすごいな。オッケー、ナイス。インターセプトされた。前半戦終了です。簡単にはいきません。ディフェンダーが疲れてるよな、なんか。合戦するとそうだもんな。
これで後半戦。疲れを待つしかないのか。全然踏み込めな敵地に。バエリーってやつがすごい強い。スクイはまだまだスタミナ残ってるしな。両者一歩も譲らず。相手がちょっと弱すぎる。相手が強すぎるな、これ。惜しくも破れましたが見えてきた。ダメですね。これ外したら終わり。惜しくも破りましたがないな。惜しくない。私にかかる。こんなの朝飯前だ。レベルは上がりました。じゃ勝てないね。まだ。みんな、通常リーグやってみるか。キューブ。選手をレンタルできます。あ、言葉をつかない。あ、でも6もう手に入れちゃってるんだ。指に置いときましょう。試合前にチームソング歌ったら面白いのにな。試合開始です。これ勝てるんじゃないか。別に お、シュート OK、インターセプト。お金のあれが残ってない。後半戦開始です。
シュート、得点を奪いました。入りました。インターセプト。さあスキルを許可します。こっから多分スタミナ大丈夫やろ。リークダイレクト、ゴール。そうです、あの時はあります。さあもう1点取れるか。ダメでしたね、間に合わなかった。記憶喪失で主人公は思い出せるかなって感じですね。仲間とプロデューサーのおかげ。メンタルポイント。ガチャとかできるかな。今あんまり持っていない、チケットもない、できるわけがない。一応これぐらいかな。どんどん試合やっていかないとな。何でしょうこれ。試合後の行動と思う。試合後のボーリスバイ、ボーナスバイスを決めてます。いつもやってるやつだ。キーパーもできるのか。すごいな。スキルを強化すると、あーなんか全然違う。アクションポイントがスキルを出すとアクションポイントを稼げるんだ。似合うところだな。シュート決めてほしいが、ようやくシュート来た。イノビアサギです。前半戦終了です。当然スキル使うとね、疲れが止まるんだよな。芝の負荷が多かった今回は。後半戦開始です。
今日すごいシュート決まった。ゴール！見事勝利です。やった、私成長してる。何よ、蹴る5だ。1200ポイント。じゃあ試合行きましょう。一応プレゼントアイテム範囲は中級で勝てないのは初級で、あ、もう超すごいシュート決まりました。終了です。はい、そのままシュート。あー、ダメだ。見事勝利です。取らなかった。ここまで頑張れたのは仲間とプロデュース。もう経験値稼げない。うまみがないな。
プレゼントアイテム配信。強いな。試合終了です。4対0で勝利。30稼げるんだ、これ。稼げる方が嬉しいですからね。どんどん行きましょう。ローカルリーグがいいや、美味しいや。フレンドの人に借りるっていうのはいいと思う。
点を奪いました。3点ですよ、早くも。前半戦終了です。疲れは結構溜まっていると思う。そうでもないか。買いましょう。多分選手たちもタフになってきた。後半戦開始です。見事勝利です。あら、うんうん、あら、わわ、あら、任せて。ここまで頑張れたのは仲間と。得点を奪いました。ユリアさん壊れました。ヒデラが疲れている交代です。後半戦開始です。お、シュートだ。得点を奪いました。ただ、ゴール。試
終了です。うんうん。おりょ？へへへ。ほえ。ほえ。とほほ。いいね。はあ。イエイ。20以上にアップ経験値も上がってきました。刺さしときましょうとはならないのか。ダメか。さあ昇格戦です。わかる。まずヒカサクリンさんにちょっとお願いしましょう。試合前にチームソング歌ったら面白いのにな。お前は何を。悔しいわ。厳しいわね。前半戦開始です。まあどんどん試合をして強くなるっていうのがこのゲームの答えですね。あ、やばいやばい。 OK。 得点を奪いました。ちょっともう疲れてるじゃん。インターセプト。さあシュート封じられています。みすずだが普通のシュートにも入ります。能力上限は200とかやったら全然違うよな。得点を行わないとね。得点を奪いました。
来ました。持ってきた。確かに。ここまで頑張れたのはな。そうか、でも不思議か。いろいろやりますね。だから戦っていくことが大事。戦をしましょう。こんなにもらっていいの？リアリティポイントもう上げましょう。もちろん特訓もやります。シュートじゃない、パスカットだな。スライディング、プライティで並べましょう。そうすると今は持ってる選手でリアリティトップって6なんですよね。4ぐらいプレゼントで。やりましょう。これで彼女6になりました。好感度も上げていこう、か。で、ユニットボード、2ポイントちょっと、はい、いや、これ固定できないのかな。これで星6が5人になりましたね。好
けるのか、変えられるのか。あー、なるほど。例えばパス。パスマスターなんてあるんだ。スチールとかこういうことか。テッド君じゃない、プレゼント。終わった。好感度が上がった。今500だからギリギリだな。でもう ここまでかな今回は。はい、見ていただいてありがとうございました。いろいろなリーグがありました。通常リーグを中心にやっていきました。次回もお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。